軍に属すす町村ででダージング行政共同体体を構成るる自治体の一つであるこの町は、第3期の丘陵地に形成されたエッグ花川の渓谷に位置し、郡庁所在地のアイヒャッハから南東約 7km にあたる。この町は、公式には12の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 梨の木のマリア巡礼教会12世紀には、シレプッチ、スワーレンパック、サイオレンパックと表記されており、シーランボックという名前は1241年から現れる。しかし、その後もシリンポック、シーレンポックといった表記がなされている。11世紀から12世紀には、アルトミュンスター修道院がジーレンバッハに多くの農場を有しており、 1518年からは、バイヒスケがジーレンバッハに所領を経営している。1611年に、ドイツ騎士団のブルーメンタール管区長が、このバイヒスケの所領を獲得した。シュトゥンツベルク古城は30年戦争中の1632年に、スウェーデン軍によって破壊された。世俗化によって1803年にブルーメンタールの、ドイツ騎士団の館は閉鎖された。 教区の聖職者推薦権は、バイエルン大公のものとなり、ジレンバッハは、行政上独立した、自治体となった。中空の梨の木の製造に関する伝説に基づき、1661年から1668年に、梨の木のマリア巡礼教会が創設された。この教会の運営は初めドイツ騎士団が行ったが、19世紀から20世紀には、 カプチン会が担当した。1998年からは、ドイツ騎士団が再び梨の木のマリア教会を運営しており、修道院の建物を改築して、巡礼を再生した。ジーレンバッハの町は現在、アイハッハイコールフリートベルク郡で最も長い、街道町である。自治体としてのジーレンバッハは、以前から、シャフハウゼン、ラーダーシュテッテン、アイネーデン、ゴレンホーフ、 シェーンベルクといった集落を包含している。1972年の市町村再編では、隣接していたテッドテンリー島と、シュレーテンローが、ジレンバッハに合併した。これらを含め、この町、の人口は約1450人、面積は17.87平方キロメートルで、アイハッハからアウトバーン A8 号線を結ぶ、修道2338号線に面している。 町議会は第1町長と12人の議員からなる。図柄、銀字と青字に上下に分割。上部は端から端までの先鋼十字で交差部に金の指。下部は左向きの銀の設計模様。広く知られているのはバロック建築の梨の木のマリア巡礼協会である。この協会は隣接するブルーメンタールのドイツ騎士団管区長。 フィリップ・エアコップ・フォン・ガルテンタールによって1661年から1668年の間に建設された。ありがとうございます。